どうもアラヤンです。今週も現在 Nintendo Switch のストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 70% オフ720円から1500円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に1月8日から1月14日でセール期間が終了する約1500タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますのでご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はパズルアクションゲームディグリーズオブセパレーション。熱を操る少女エンバーと霊気を操る少年ライム、2つの属性で分断された世界の中で2人の冒険が始まるといったストーリー。炎と氷2種類の力を駆使してギミックを解除しながら先へ進むパズルアクションである本作は、2人の世界の境界線を使った謎解きの難しさにハマるタイトルとなっていました。熱を操るエンバーと霊気を操るライムの間にはお互いに侵入できない境界線があって、2人を交互に切り替えて操作しながらこの境界線を移動させることで謎解きを行うパズルの数々がなかなか難しくて頭を使わされました。操作していない方のキャラクターには待機や追従の指示を出すことができて、操作している側のキャラクターとの位置をうまく調整することで境界線を的確な位置へ誘導するシステムだったんですけど、2人の距離やちょっとした位置関係によって境界線は滑らかに移動していったので、どのような位置取りが正解か考えるのが楽しかったですね。絵本のようなテイストで美しく描かれたマップに設置されたスカーフを一定数集めることで新たなマップへの扉が開く仕組みだったので、パッと見ただけでは解き方がわからないギミックが現れてもスカーフ欲しさについつい解除方法を考えてしまう中毒性がありました。パズル難易度は歯ごたえのあるものが多かったので、その分解除できた時の喜びは半端じゃなかったですね。新しいマップに進むことで新しいギミックが登場して、そのギミックを使った謎解きもたくさん用意されていたので最後まで飽きさせない作りになっていました。アンラベル2なんかがお好きな方におすすめ。シナリオに少し物足りない印象が残る点や、取得していないスカーフの位置を確認するシステムが絶妙に見づらい点があったものの、ストーリークリアまで5時間程度のボリュームで歯ごたえのあるパズルに夢中になるタイトルでしたので、ぜひセール期間に謎解きしてみてくださいね。2本目はホラーアドベンチャーゲーム神人形。運転中に事故に遭遇し目覚めると不気味な館にいた主人公ヤンは、いなくなった娘を探すため館の中を捜索するといったストーリー。怪物が徘徊する真っ暗な館の中を探索し、拾ったアイテムで謎解きをしながらクリアを目指す一人称視点ホラーアドベンチャーである本作は、古めかしい中国テイストで描かれた独特の不気味さが恐ろしいタイトルとなっていました。敵に攻撃する手段を持ち合わせていない主人公が娘を探すため館の奥を目指しながらひたすら逃げ回るスタイルのホラータイトルで、建物やアイテムの雰囲気、こちらを追跡してくる怪物のデザインなど、とにかく不気味さが際立っていましたね。なぜかそこら中の扉が施錠されていて、目的の場所に向かうためには様々な鍵を入手する必要があったんですけど、懐中電灯の明かり部分だけ見える狭い視界や行く手を遮る仕掛けの数々、自分の位置が表示されないアナログな地図なんかに苦しめられて、思うように探索が進まない上にいつどこから現れるかわからない追跡者の恐怖に震えながら、こまめにセーブポイントを訪れるチキンプレイを余儀なくされました。敵が近づくと足音が聞こえたので、机の下やタンスの中のような物陰に隠れてやり過ごすことになったわけですけど、中には足音が聞こえづらい怪物もいて、謎解きに夢中になっているうちにいつの間にかすぐ後ろに迫っていた時はめちゃくちゃ驚きましたね。敵に襲われるイベントが突然発生することもあって、素早く正確なキー入力を行う QTE で切り抜ける必要があった点も緊張感があって良かったポイントでした。うつろ眉なんかがお好きな方におすすめ。歩くスピードが結構遅い上にダッシュが 1,2 秒しかできず、主人公の運動不足が否めない感はあったものの、クリアまで5時間程度のボリュームで中国風の不気味な館が恐怖感増し増しなタイトルでしたので、ぜひセール期間に逃げ切ってみてくださいね。
3本目はアクションアドベンチャーゲームデッドセルズ。死を克服した一人の選手は繰り返す死によって成長し世界の王に挑むといったストーリー。挑戦するたびに構造やアイテムがランダムで変化するダンジョンを進んで奥に潜むボスを撃破するローグライトアクションアドベンチャーである本作は、メトロイドバニアの探索要素とローグライクのランダム要素が見事な融合を果たしたタイトルとなっていました。ランダムで構造が変化する広大なダンジョンを探索し、落ちている装備やアイテムを駆使してボスを撃破するメトロイドバニアテイストなローグライクアクションスタイルで、トラップが張り巡らされたステージに敵のハイスピードな攻撃と高い難易度ではあったものの、装備やアップグレードが豊富すぎるくらいにたくさんあったので、組み合わせを変えることで様々な戦略で攻略を目指す楽しさがありました。近接武器、遠距離武器、盾や魔法のような防御型の装備から組み合わせを取捨選択するだけでなく、そのダンジョンの中だけで有効な強化アイテムを使ってどの属性のダメージを底上げするか選ぶことができて、さらにそこにアクティブスキルやパッシブスキルの相性も考えながら、ランダムで出現した装備から自分に合ったものを選ぶことで戦略的に戦えるのがとにかく面白かったですね。ダンジョン内でやられると装備やスキル、強化はなくなってしまったんですけど、持ち帰ったポイントを使用することで永続的に有効なスキルや新しい装備のアンロックができたので、周回するたびに徐々に強くなっていくのを肌で感じることができました。ノーマルモードクリアまでがチュートリアルのようになっていたところもローグライクらしくて良かったポイントでした。ネオンアビスやハデスなんかがお好きな方におすすめ。ノーマルモードという名のチュートリアルクリアまでは6時間程度のボリュームでしたが、新エンド到達までだと20時間以上遊べる傑作でしたので、ぜひセール期間に死を克服してみてくださいね。プレイステーションプラスや Xbox ゲームパスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてください。4本目はアクションアドベンチャーゲーム Journey to the Savage Planet。惑星探査会社の新入社員として未知の惑星に着陸した主人公は、渡された最低限の装備で惑星調査を開始するといったストーリー。色鮮やかな惑星を探索する一人称視点アクションアドベンチャーである本作は、見たことのない生物や謎に包まれた遺跡など探索そのものに夢中になるタイトルとなっていました。人を人と思っていないようなブラック企業に入社してしまった主人公が、片道分の燃料と最低限の装備だけで未知の惑星 ARY-26 に放り出されるところからスタートするブラックユーモア満載のシナリオで、着陸した宇宙船周辺の探索や敵を撃破して資源を集めることで装備をアップグレードし、惑星の調査を進めることで新たな装備を入手して、さらに探索できる範囲を広げていくスタイルとなっていて、見えているのに取れなかったアイテムに手が届くようになったり、行けなかった場所に行けるようになっていくのがとにかく楽しかったですね。マップはかなり立体的で、高層ビルのような高さの崖や深さのわからない洞窟なんかもあって、ジャンプを駆使して足場を渡りながら敵を倒して道を切り開くアクション寄りの作りとなっていて、ギミックを解除することで先へ進めるようになるパズル要素も組み込まれていたので、行きたい場所に思うようにたどり着けない場所も多い反面、たどり着けた時の喜びはたまらないものがありました。惑星に点在する遺跡の調査を進めることで惑星の過去が徐々に明らかになっていくシナリオも、隅々まで探索するモチベーションにつながっていて良かったですね。スープラランドなんかがお好きな方におすすめ。一部のギミック操作が難しすぎる側面はあったものの、クリアまで10時間程度のボリュームでやめ時がわからなくなるほど探索に夢中になるタイトルでしたので、ぜひセール期間に惑星を調査し尽くしてください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。5本目はアクションアドベンチャーゲームタイムスピナー。目の前で家族を殺された少女ルーネは、時をコントロールする力を使い復讐の旅に出るといったストーリー。現在と過去を行ったり来たりする探索型アクション RPG である本作は、爽快なバトルと作り込まれたシナリオにのめり込むタイトルとなっていました。メトロイドバニアの探索要素とレベルアップによるステータス強化を兼ね備えたアクション RPG で、現在と過去を行き来することで同じ場所でも別のマップを探索することになる見た目の2倍の探索ボリュームが特徴的でした。
メインの攻撃方法がオーブを使ったものだったのも特徴的だったんですけど、オーブ自体にかなりたくさん種類があって、どのオーブを使用するかで攻撃パターンが大きく変化したので、プレイスタイルに合わせた戦い方ができた上に、レベルアップによる強化があったので、苦手なボスに出くわしてもレベリングすればゴリ押しで突破してしまうこともできる適度な難易度となっていて、遊びやすい印象でした。ドット調のグラフィックから連想するレトロな雰囲気とは裏腹に、シナリオはしっかり描かれていて、家族の復讐がテーマで全体的に重苦しい雰囲気ではあったものの、例えば時を操る力のために帝国に狙われていた主人公ルーネの村は、帝国の襲撃のたびに過去に時間を遡って警告することで滅亡の未来を避けてきたといった設定や、現代から過去へつながっていく帝国の歴史など、ストーリーを進めれば進めるほどその世界観にどんどん引き込まれていきましたね。選択次第で結末が変化するマルチエンド形式が採用されていたので、終盤に選択肢を選ぶ瞬間に緊張感があったのも良かったポイントでした。レベルを上げすぎるとボスですら紙切れのように吹き飛ばしてしまう面はありましたが、クリアまで9時間程度のボリュームでラストまで一気に進めてしまう魅力のあるシナリオでしたので、ぜひセール期間にタイムトラベルしてみてくださいね。6本目はホラーアドベンチャーゲームオブザーバー。容疑者の脳をハッキングすることで事件の捜査を行う刑事オブザーバーであるダニエル・ラザルスキーは、受信した謎のメッセージによって息子を捜索することとなり、やがて奇妙な事件に巻き込まれていくといったストーリー。証拠品を集め、目撃者に聞き込みを行い、人の脳内の記憶を覗き見る一人称視点ホラーアドベンチャーである本作は、サイバーパンクとホラーを融合させた世界が魅力的なタイトルとなっていました。息子が住んでいたはずのアパートの一室で首のない遺体を発見したことを発端に、まだ息子は生きていると信じ捜索する中で一連の事件へと巻き込まれていくダニエルを描いたシナリオで、2084年の近未来を舞台に、不気味なアパートでの聞き込みや凄惨な事件現場での証拠品集めをしながら事件の捜査を行うものとなっていて、何より脳をハッキングして記憶を覗く時の独創的なホラー演出に息を呑みましたね。容疑者や被害者の首元に埋め込まれたコネクターにケーブルを接続することで、その人の脳内の記憶を見ることができたんですけど、記憶の世界は断片的なものの連続で、印象的な出来事が繰り返されたり、画面にノイズが走ったり、高速でオブジェクトが振動したり、振り返ると景色が変わっていたりと、サイバーパンクな世界観を壊さずに恐怖感を煽る演出にずっと引き込まれてプレイしていました。記憶の世界だけでなく、現実の世界も不気味な雰囲気の部屋がいくつも存在していて、アパートの住人たちの異常さが脳の中に潜ることに抵抗感を覚えるような作りだったのも良かったポイントでした。ブレアウィッチなんかがお好きな方におすすめ。主要メンバー以外の日本語ボイスが棒読みなのが残念だったものの、クリアまで7時間程度のボリュームで、サイバーパンク好きなら一度プレイしていただきたいタイトルでしたので、ぜひセール期間に脳をハッキングしてみてください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。7本目はアドベンチャーゲームトゥーザムーン。人生の最後の瞬間に思い残した夢を叶える仕事を行う2人は、昏睡状態の老人の記憶の中へと潜るといったストーリー。思い残すことなく死を迎えられるよう依頼者の願いを叶える 2D 見下ろし型アドベンチャーである本作は、人の人生を垣間見る切ないシナリオにピアノの美しい BGM が相まって、いやおうなく感動させられるタイトルとなっていました。死の間際の人間の記憶を改変することでその人の願いを叶えるといった特殊な仕事をする2人が、人生の最後を迎える人物の願いの意味を知るために過去の記憶の世界で重要な思い出を集めて回るシナリオとなっていて、ゲームシステムとしてはアイテム収集と簡単なパズルだけなんですけど、そのストーリーがとても引き込まれる構成で綴られていたので、先が気になってやめられなくなってしまいました。ネタバレになるのでストーリーの詳細は割愛してざっくりお話しすると、依頼者である老人の願いの原点を探り当てるために、老人の記憶を新しいところから追体験しながらどんどん過去へと遡っていったんですが、終盤に向かうにつれて老人の願いの本当の意味や大切な人との出会いが明らかになってくると、その意外な展開に涙せずにはいられませんでした。
ラストにはとても考えさせられる展開も待っていたので、ぜひ実際にプレイして体験していただきたいですね。ゲーム性よりもシナリオに振り切っているタイプのタイトルでしたので、テキストノベルのようなジャンルがお好きな方におすすめ。マップ移動のロード時間が少し気になったものの、クリアまで4時間程度のボリュームでサクッと遊べてサクッと泣ける名作アドベンチャーでしたので、ぜひセール期間に涙を流してみてくださいね。本作を気に入った方は続編にあたるファインディングパラダイスも1月11日までセール対象となっていましたので、そちらもチェックしてみてください。8本目はパズルゲームソノリティ。友人を助けるため不思議な遺跡を訪れたエスターは、音の力を使って遺跡の謎を乗り越えるといったストーリー。音階を使った謎解きを解除して先へ進むパズルゲームである本作は、美しい音色と懐かしい謎解きにハマるタイトルとなっていました。8種類の音階と複数の楽器を使ってパズルを解除することで先へと進むスタイルで、コントローラー十字キーの上下左右と LR4 種類のキーを8種類の音階に割り当てた独特の操作が特徴的でしたね。パズルの内容はクラシックなもので、足場を上下左右に移動させたり回転させたりすることで道を切り開いたんですけど、その解除方法が独特で、音階が何段階変化しているかで謎解きを行うシステムだったんですよ。音を記憶するオブジェクトの前で装備した楽器で音を鳴らすパズルとなっていて、例えばドに当たる C の音とレに当たる D の音を鳴らすと、変化する音は1段階なので、パズルのギミックも1段階変化するといった仕組みで、音が高くなるのか低くなるのかによってもギミックが作動する方向が変化したので、どのように音を鳴らせばいいのか考えさせられました。いくつも連続で音を鳴らすことで、音階と連動して順番に作動するギミックや、オブジェクトの位置をずらしてタイミングを合わせる必要があるギミックだったり、2パターン以上の音階の組み合わせを同時に作るギミックもあったりして、クラシックなパズルにもかかわらず終盤はかなり悩まされました。登場するキャラクターが主人公以外みんな動物で可愛らしかったのも、童話のような世界観とマッチしていましたね。キー操作が独特でなかなか覚えられなかったものの、クリアまで4時間程度のボリュームで試行錯誤して解くタイプのパズルが楽しめるタイトルでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は720円から1500円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも、当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものがたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、1月8日からの1週間は影を移動して敵を暗殺するステルスアクションアラガミ2や、日本語ボイスで楽しめるジャパニーズ RPG の金字塔ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて S なんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。他にもおすすめタイトルがあればコメント欄で共有してくださいね。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。